こんばんは。時刻は17時を回りました。3月22日水曜日、ウェザーニュースライブイブニングのお時間です。この時間の担当は檜山沙耶です。3時間どうぞよろしくお願いいたします。引き続き生放送で最新気象情報をお送りしていきます。今日は皆さんのコメントでも多くいただいている通り、 WBC で日本が優勝しましたねといった声が上がっておりますね。いやー、たくさんの熱で渦を巻いている中、私はですね我が家の冷蔵庫が責務を全うしまして、敗退となりました。冷蔵庫大丈夫じゃないと思うんですけれども、およそ5年間苦楽を共にした中ですので、冷蔵庫見守っていただきたいですね。もうきっとお家に帰ってからも冷蔵庫は壊れたままなんでしょうけれども、それはそれでなくねと。そうなんです、ツイッターで、日本の勝利をね聞く中で、なんだかパキッパキッって音がするなと思って冷蔵庫に近づいて、いつも通り飲むヨーグルトを飲もうとしたんですよ。あれなんかぬるいぞと、おかしいなと思いまして、冷蔵庫だったらちょっと、自分のこう、今日暑いからそう感じるだけなのかなと思うじゃないですか。冷凍庫も中開けてみたら全て解凍されておりました全てのものが解凍されておりまして、アイスはもう食べきってしまっていたので大丈夫だったんですけれども、作り置きしていたパンケーキでしたり肉巻きとかがもう全て解凍されていて、もう昼間食べないとダメだなと思いまして、今日食べてきました。なので今日のお昼ご飯はかなり不思議なレパートリーでした。パンケーキにチンジャオロースというかなり不思議な内容で私は昼間いただきました。腐らせるよりはいいですのでね。で今夜も闇鍋です今夜も闇鍋になると思うんですよ。自然解凍でき冷凍庫は嫌なんですけれども、いやでも仕方ないですよね。日本が勝利している中、我が家はね、私の冷蔵庫は敗退となりましたけれども、新しいね、また開幕を控えておりますので買い替えたいと思っておりますいや皆さんの家電製品大丈夫でしょうか。やっぱりねいつかは期限があるかと思いますので、皆さんも買い替え時期は検討いただきたいと思います。春は別れの季節でもありますけれども、出会いの季節でもありますからね、新しい家電製品を求めて私も新しい情報を仕入れたいなと思っております。明日からですか。明日からはもう私は冷たい飲み物を飲むことはできないでしょうね1週間2週間は我慢でしょうね。ただ知人でもですね、冷蔵庫を持っていない方がいらっしゃいまして、冷蔵庫なくても生きていけるということをもう聞いていますので、大丈夫だろうなと確信しております。当分私は冷蔵庫ない生活が当分は冷蔵庫ない生活が続くんでしょうけれども、心を燃やして頑張っていきたいと思います。暖かい日が続きますけれども、常温の飲み物は体フォローありがとうございます。ただあれは大丈夫でした。ウォーターサーバーはまだ健在ですので、冷たいお水は飲むことができそうですね。その他が厳しい。保冷バッグが使える。そうですよ、桜リポートを15日間送っていただきますと保冷バッグがついておりますので、それを狙うしかないですね私はそれを狙うしかないかもしれません。ちょっと当分苦しい生活が続きますけれども、でもね、暖かい日ということで暖かく過ごしていきたいと思います。皆さんも十分気をつけてお過ごしください。以上、まずは近況報告からさせていただきました。ではでは皆さん。